みんな、タワマンの主題歌や絵描き歌覚えてくれた？今年の夏休みはタワマン音頭も歌ったよね。タワマン夏休みはどうすんの？どうすんのって言われたってわかんないよ。どこにだって呼び出されちゃうし、僕たちパーマンには夏休みなんてないよ。それが使命だもん。ウィーウィーウィー。まあ、たまもしいこと言うわね。ペキキキャー、アキキキャー、ペペペペペペペキキャー。なんやて？パーマン1号は1学期の成績は悪うて。ウィーウィー。どこにも連れてってもらわれへんのか。ペキキキキャー。うるさい。まったくグービーのやつ、余計なこと喋るなったら。ところで、わてら呼び出したのはなんでや？今日は僕たちパーマンのアニメオール百科なんだよ。私たちの秘密や能力を見せちゃうってわけね。では早速パーマンタッチ。なんといってもパーマンの一番の能力は空を飛ぶこと。時速は119キロよ。ところが2人になると倍の238キロになるの。パーマンタッチ。さらに3人になるとその倍、つまり476キロになっちゃうってわけ。すごいでしょ。1人じゃ間に合わない時だって。4人が力を合わせれば何でもできますよ。ちょっと待って。力ももちろん強いのよ。普通の人の6600倍。えい！パーコももう少しおしとやかだと可愛いんだけどな。お前な、かわねえ。ギョーギョー、よろしてな。そしてこれがパーマンバッジ。パーマン同士の通信用の他に酸素吸入器にもなってるんだ。ウィウィ。せやから空気の薄いところや水の中でも活躍できるってわけなんや。パーマン1号は泳げないからバッジがなかったら大変ね。はっきゃっきゃはっきゃっきゃはっきゃっきゃ。調子に乗るなこの。マスクとマットはこうやって畳むとほらこんなに小さくなってポケットに入っちゃうんだ。はっきゃはっきゃっきゃはっきゃっきゃ。要するにこの3点セットがあれば誰でもパーマンになれるちゅうわけでんな。そうはいかないわよ。これを悪いことに使う人がいたら大変じゃない。そうさ、この道具を正義と平和のために使ってこそ真のパーマンと言えるのだ。ウキアキウキキキキキ。なになに？1号は遅刻になりそうな時や体育の時間にパーマンセットを使ってるって。まあまあまあ、たまにはそんなこともあったりしたけどさ。そういえばわてらをパーマンに選んだバードマンはんはわてらがパーマンや言うことを絶対に人に漏らしてはいけん言うとったな。うん、秘密を喋ったら動物に変身させちゃうって。キャーアキヒヒ。なになに？みんなはいいけど僕はもともと動物だしどうなるんだろうですって。ウィー。本当だ、バードマンも抜けてんな。ブービーが喋ったら一体何に変身させよってんだ。その心配はおまへん。ブービーはもともとチンパンジーやから喋ろうにも喋れまへんねん。ほんとだわ、バカね。一応言って。余計なこと言って損しちゃったよ。秘密を守るため必要なのがコピーロボットよ。鼻を押すと私たちの分身になるの。コピーのおかげでパーマンになって出かけても誰にも怪しまれないで済むんだもんね。ところでパーコハン、え、わてら3人は本当の名前も正体も分かってるのにどうしてまたパーコハンだけは教えてくれまへんねや。そうだよパーコ、不公平だぞ。ウィー。だってみんなが私の正体知ったらびっくりしちゃうもの。あ、わかった、パーコはきっとひどいブスなんだ。えだからマスクを取らないんだよな。ブス。もう失礼ね、そんなこと言うならこんなマスクなんか。おおおお、ちょいやったのにな。やっぱり私の正体は秘密よ。可愛い女の子には一つぐらい秘密があるものなのよ。可愛い女の子だって。うえ、気持ち悪い。何よ。